森の奥に遺跡があるなんて思いも。この文様は呪われた地域と呼ばれみんな心配ともかく町を襲ってきた魔物の本拠地はここだ。天狗、もうすぐお前も。それでも先人は年寄りには譲らねえぜ。画面でドラッグする方向へ移動できます。矢印に沿って移動してください。そこで見物でもしていな。小さい和光を倒してください。死ね。もはや一人で相手するのも大変ではありませんか。魔物の群れを倒してください。魔物の数がこんなに多いとは。ひとまずあいつら全員を相手。我々の様子に耐えるのは。それにあいつら我々と我々が生き残る最も確実な方法はあいつらを知る。岩箱を倒してください。ほのです。橋が崩れますよ。これで終わったのか。でもまだ気を抜いてはいけません。凄まじい魔力を感じます。攻撃に持ちこたえるにはバルスを倒してください。得体の知れない力に飲み込まれた楽天校は
仲間を制圧するとクリブシャンを去る。それは悪魔の出現と呼ばれる殺戮の始まりだった。楽天校は気が触れた殺人鬼のように目に見えるものは全て破壊し殺した。彼を止めるためにバラムの高位白老が送られ、その中には楽天校が率いていた楽一族や彼の妻女教もいた。凄まじい決戦が繰り広げられた。楽一族は全滅し、数多くの高位白老が命を落とした。楽天校も命に関わるほどの傷を負ったが、野獣のように暴れる彼を阻止できる者は誰もいなかった。その時誰かが止める隙もなく助教が楽天校に近づいた。楽天校は一瞬苦しい表情をしたが、迷わず近寄ってくる妻を切り捨て、彼女は彼に抱かれるように力なく倒れた。その瞬間、その場は静まり、赤黒く燃え上がっていた楽天校の目が元に戻った。つかの間正気を取り戻した彼は倒れた妻を見つめると怒りと悲しさで絶叫した。彼の周りには父で共に戦った楽一族の兄弟たちの引き裂かれた体が無残に転がっていた。その時再び得体の知れない力が楽天校を飲み込もうとした。楽天校は強く抵抗しながら剣を握り、悪魔を消滅させようと自分の心臓を突き刺した。その瞬間、巨大な力が放たれて彼の体から抜け出した。そして徐々に目を閉じていき、よろついていた体が倒れた。大地は全ての命に息吹を吹き込み、その魂は星になり夜空を照らしています。ああ、新しい英雄の星が輝き始めました。この星の名前は何でしょうか。いい名前ですね。闇が宿る世界が平和をもたらすのです。今日の試験に合格したら。あ、こんにちは。白老入団志望の。そう、俺今まで誰一人歴史を守、まだどこかで聞く。誰が試験に。随分とやば。リン、今日も遅刻したら皆も知っているオーデルの森の魔物の餌。さて、二人一組になり、ロックでは栄光。
犠牲を。部長、この調子で。試験に合格するには。ところにいたのか。せっかく初めての実戦でさっさと装着。こっちだ。魔物なんか全部やっつけてやる。これからはますます使いながら戦闘で獲得する装備をうまくか。おいおい、それにおそれでも野生の所詮カプソンなんだ。まあ、はあ、早く行こう。リン、ま、急ぐのはいいけど、ログインは。ログインこっちよ。ここでログイン方式じゃ。ここまで来て何か。
宝箱。うわ、魔物だときつい。なあ、残り試験を受けに来た。昨日も半分以上が心配するな。ちょっと待て、来て俺たちに。真の白狼たる報酬として
つけてください。商団の発表、諸葛雲と申します。リチャード団長に手紙を届けるため任務を果たしに来ました。この赤色の印象リーン、命の恩人に。まThank you.
人前では。これは6つのエリアの大陸。おかしいぞ。じいちゃん、工場商談の。私と事情を探って。よし、ならば先に。はい、ごめん。じいちゃん、成果ってどこだ。そんな団長って、私たち。それに今度もよろしく。リチャード団長、大変。なんだ、やむを得た。団長。はい、俺じいちゃんのようにみんなを守る白狼になるんだ。クリア、私が聞いこれ、お味方だ。皆さんと一緒に戦いに。